福岡市の中学校の教員が公立高校の願書の期限を間違え生徒3人が受験できなかった問題で高校側が3人に受験機会を設ける救済措置を取ったことが分かりましたこの問題は福岡市東区の市立博多女子中学校の教員が古賀市の公立古賀共生館高校の願書の締め切り日を勘違いし この高校を志望していた生徒3人が、先月22日の一般入試を受験できなかったものです。小賀共生館高校を運営する小賀市、福津市、新宮町で組織する組合によりますと、問題を受けて対応を検討し、今月中旬、高校が3人に対し受験の機会を設けたということです。 病気などで受験できなかった生徒が対象の追選抜を特例で適用しました組合は3人が実際に受験したかは明らかにしていません